なにぼっち TV。 はい、こんにちは、まありもです。まあ、今回から始まるまりも TV。 まりも TV とは、まあ、いろんなことをしたり、まあ、ものを紹介したりする、まあ、コーナーです。で、まあ、今回紹介するのは、まあ、100均で買ってきた、これ、なんだ？発掘化石ミュージアムっていう、まあ、なんか、まあ、100均で売ってた、なんかあれ、まあ、今はなんか話題のやつですね。何？砂の中から化石が1個出てくるよ。ハチ、トンボ。これ、本物なんですかね？いや、100均で売ってるぐらいだから本物やないやろ。ですが、まあ、そこはまあ、本物じゃなくても、まあ、夢を持って本物だと思ってやっていきましょう。じゃあ、開けましょう。はい、開けました。何？これが、ビッグイットアウト。って書いてありますね。まあ、これ、まあ、砂塊に、多分この中に化石が入ってるんでしょう。で、まあ、これはな、なんだ？これ、ぐさぐさ刺すやつですね、きっと。で、まあ、これが、まあ、ブラシです。まあ、粉が飛び散るといけないので、新聞紙を引けって書いてあったんですが、うちは新聞を取っていないので、まあ、この、ビニール袋を引かせてもらいました。では、開けていきたいと思います。はい、では、やっていきたいと思います。なんだっけ？これは、こうすると、傷が入っちゃいました。で、なんだ、こうやって掘ると、掘れてくってわけですね。はい。で、そう、こうやってブラシをかけると、まあ、粉が落ちるというわけですね。これがまた長いんですよ。うおはい、まあこうブラシでさっさっとやって見えますかね。ほら、上の部分多分ほとんどこれ出てきましたね。あとは多分下に掘っていく場合いい感じでしょう。頑張ります。まあこのテコの原理を、粉が飛び散るだけで、まあ、あ見えますか？折れちゃったかもしれへんな、この野郎。これ見てください、まだ続くんですかね。これ深く、どんな分厚い化石なのだか。ここまで掘ったんですけど、一体どこが化石の終わりなのか分かんないですね。だからこっからはこれ縦にして掘っていきたいと思います。多分掘ってみたんですが、まあここですよね、多分ここを引っ込めてばいいんですが、まあまだ無理ですね。頑張ります。はあ、疲れますねこれ。この根元になっているところがあって、あ、崩れましたね今。あ、見えませんでした。崩れますねここ。お、割れた。
これはもうちょっとで発掘できそうですね。お、パチパチ割っちゃいましょう。よし、割れた。あとここ粉砕、粉砕だ。よし、割れた。よし、取れました。で、まああとはこれもうプラスでこうやったら、まあ、まあこれは水で洗えばまあ綺麗になるでしょう。手が粉だらけだ。これは何の一種だ。多分これ洗ったら分かるだろう。これは多分ね、これシダですね。多分これシダです。まあこれ多分シダ。じゃあちょっとこれ洗っていきます。今洗ってまいりました。これモミジ、これシダじゃない。よく見たらこれ風の葉。風の葉って何。何、時代新世代第三期中国名風花期、香りの良い樹液を出す日本では消滅した種。これ日本、これ作り物かな、わからない。まあこんなんですね。本物か作り物かわからないです。以上、マリモ TV でした。次回も絶対見てください。さよなら。